どうも、金子と申します。マリサです。ゼルダの伝説不思議の帽子、パート31。かなり進んだよな。割とクライマックスだよ。だいたいあと2パートでこのゼルダの伝説の実況終わるんじゃないかな。結構急だな。急ってわけでもないよ。言ってもパート数30超えちゃってるからね。もともとはパート20ぐらいで終わるつもりだったんだよね。それはそれで考え甘いな。スーパーマリオ 64DS の時もパート9だったし、カービィの時もパート16までだったからね。基本 RPG ばっかやってるよな。そういえばそうだね。まあ、基本セリフがある方が展開が読みやすいから好きかな。パート数長くなってもセリフがあるとあらすじが思い出しやすいから好き。基本前回のパート確認ばっかだがな。細かくあらすじ考えていくと30パート分の振り返りは時間がかかるからね。あの美しかったハイラル城はこんなんなっちゃった的な回想は？それ必要ある？ないな。そういえばよく使ってるマスキングテープあるが、それも大学時代から使ってるやつか？私がよく使う道具は基本大学時代に使って使いやすかったから使ってるね。個人的なおすすめは 3M のマスキングテープかな。某ネットショップで手に入れやすいんだけど、ベタつかないし、貼ったり剥がしたりがすごいしやすいんだよね。テープ関係だったらまだ使ってるのなかったか？配線を見た目きれいにまとめるためにアセテートテープって名前の絶縁テープだね。電気系だと一番使いやすいから好きな種類のテープなんだよね。工具も似たような理由でずっと同じの使ってるよな。まあ、工具はね、よく聞くんだけど、安い工具を使うと刃が飛ぶって聞くから、安すぎなくて、握りやすい工具をずっと使ってるよ。そんな工具壊れるものなのか？細かくはよくわからない。あんまり工具をダメにしたことないし、ネジ締めて削れて手を切ったことはあるけど。え、しかし暑くなったな。猛暑ってやつだね。雨降ったり、湿気のせいで余計に暑くなったように感じる。この時期は雨もひどいからな。小学生の頃とかは雨で休みになってラッキーとかはあったろ？あんま覚えてないけど、台風が強くなければ普通に学校あった気がするんだよね。そんで雨ひどくなったら、昼過ぎに集団下校だった思い出。だから大学の時に台風で学校が休校なった時に感動したね。薄い感動だな。でも田舎の学校とかはあるんじゃないかな？学校が台風でもなかなか休みにならないとか。それもそうか。カバンが濡れるとマジ心配になる。髪とか濡れると乾かすのめんどいもんな。それもあるけど、カバンの中にパソコン入れてることあったからね。今は何を探してるところだ？ハートの器とか、取れそうなところ回ってるところ。まあ、ある程度取ったらもういいかな。そういえば友達の YouTube のおすすめ欄に、おニューの動画が出てきたって連絡あったね。見てくれたって？そんなことはなかった。最近はいきなりヤフオクにモデラーあったけど？って連絡来たね。モデラー？ NC だね。必要か？持ってたらロボットを金属加工ができるからいいよね。正直いろいろあると物作って売るみたいなことできるとはできそう。でもさすがに夜な夜な部屋で、金属切削してる音がするんだろ？多少うるさくても寝れはするね。ただ、置き場所に困るし、何よりも高額なものだからさすがに買えないね。加工機はやっぱり高いな。さすがに一般家庭にあるようなものじゃないからね。それでも個人的なおすすめは、キトミルって加工機だね。キトミル？そんなホラー番組みたいなものじゃないよ。端的にワンクフライスってものだね。個人的にはすごい使いやすいいい機械なんだよ。ロボットとかで、金属の切削加工したいって人たちがたまに買ってるの見る。ブロックの加工とか、アルミ板の切削加工とかで使われる。大学の時に、他の研究室の人が使わなくなってボロボロになってたのを工房で整備で使えるようにした。なんだかんだそんなの好きだよな。別に修理とかは好きだよ。ただ、自分のキャパ以上の動きを求められるのが嫌いなだけ。ちなみに仮想度もアノードも2体とも初めはキトミルで少しずつ切削してたよ。ええ、ンクとかってなんか動かすソフト的なのもあるのか？その辺は基本大学にちゃんと残ってた。ちなみにある程度の知識はロボマスターで身につけたからね。大学生の頃はすごかったからな。とにかく貪欲に知識を貪ってたからね。ロボットずっと作ってて寝るの忘れたりするのは普通にあった。一回だけびっくりしたのは、前日すごい寒かったんだけど、カーテン開けたら一面雪で埋まってた時はさすがに焦って家帰ったね。ちゃんと寝ろよ。工房内の夏はとにかくエアコン管理だったから暑くてしんどかったね。危なくないか？まあロボットが熱を持つと燃えるからね。基本扇風機はロボットのためにあったね。個人的には夏より冬の方が好きかな。機械的にもか？それもだけど、私の体調的にもかな。
特に夏は熱中症とかが本気で怖い。個人的になんだけど夏休みの時の大学って大丈夫なのかな？どういうことだ？大学内の清掃かなんかで電気が止まる期間があるから、基本冷蔵庫の中とかは絶対に中に物を入れたらダメだったんだけど。マジか。まあ、基本はその時期は大学に鍵かかってたりとかした気がするけどね。ただ一部研究生とかが切羽詰まってるから、ね。ああ、でも研究室とかは大丈夫じゃなかったのか？さすがに全部の電気が止まることはなかったね。研究室によってはでもし電気が止まってしまうと、大変なことになる研究もあったからね。そうか。ただ、エアコンが止まる時期はあったはず。地獄だな。地獄よ。でもそんな中でいろいろ準備もあったんだよな。確か、夏休みに大学紹介の手伝いがあったりはしたよ。あれって何してたんだ？あれは大学の研究の紹介もだけど、高校生の子らにロボットの操縦体験会を開いたよ。操作体験は楽しそうだな。面白いのが、初めてロボットの操作するちびっこにロボットから手を離さなくなるんだよね。あそこまで気に入ってもらえると、前日頑張って準備した甲斐があるね。中学の頃もあったよな。看護学校の生徒が来て血圧と脈拍見てもらうみたいなことあったね。ええ、その当時別にふざけてないのに、ちゃんと測ってって言われたのは覚えてる。まあ一時期おかしくなって血圧上がってる状態で仕事してたしな。頭の中でギアセカンドって言いながら仕事してたね。バカか？いや血圧高くなってるとやりたくなるよね。次やるゲームでこういうジャンルのゲームやりたいなってあるか？何かなぁ。軽く短い動画を撮るのもいいなぁって感じ。それこそフリーゲームを単発でやるのもいいよね。まあ、やりたいゲームも EU でまだあるからそれしてみながらだね。新しいやつか？いや、今手持ちにあるゲーム機で EU のバーチャルコンソールがいくつか溜まってるのがあるからそれから消費していきたいね。結局スイッチのゲームやってないな。スイッチは実況外でいろいろやってるよ。お前めちゃくちゃやってるよな。休みの日はずっとゼルダの伝説ティアキンやってるね。動画としては撮らないのか？撮るのもいいけど、今やってないゲームを順番にやっていきたい気がする。じゃないと忘れちゃう。一応次やろうとしてるゲームは決まってるんだよね。それは次のお楽しみか？いきなり行っちゃうとびっくりしないからね。昔やったゲームで思い出残ってるのなんかあるか？それなら64のスマブラかな。あと、007とかがうちでやってたんだけど、その時のうちのテレビ画面がめちゃくちゃちっちゃかったんだよね。昔のテレビであるあるではあるよな。テレビがよくテレビに出るようなちっちゃいブラウン管テレビだったんだけど、その小さな画面で007とかを4人プレイしてみ？画面が小さすぎてそれどころじゃないから。面白いのが何人かが画面に前のめりで、しかもテレビが少し高いところに置いてあって、小さい頃の私には手が届かなかったんだよね。懐かしいなぁ。手が届かないからタンスいくつかを開けて、階段状にして頑張って登ってテレビの電源をつけてた。クレヨンしんちゃんでよく見たよな。そういえばもうショート用におニューとかの動画撮らないのか？一応おニューも少しアップデートして、バッテリー駆動にしてるんだよね。ただ動画撮るにあたって、撮影用にバッテリーを充電して放電するのがね。放電ってそんな大事なのか？まあ、大事だね。使う頻度によっては、ペーパーにしなければ大丈夫だけど、昔、バッテリー放置して膨らんだことあるからね。やっぱりバッテリーって膨らむのか？ずっと使わないでいると、劣化はするね。あと、昔レーパーにして膨らんだことはある。まあ、バッテリーの管理って難しいからな。ロボットの大会ではルールにこのバッテリーを使うなって規定もあるくらいだからね。ちゃんとチェックに通ったバッテリーじゃないとダメとかもあるし。大学1年の頃にイベントで動かし続けて、残業例にしてバッテリー膨らんだことある。だから、バッテリーの処理というか、捨てる時の処理はちゃんと知ってるよ。確かにリポバッテリーは力があっていいんだけどな。そういえば、このラストダンジョンなんだけど、通信状態が悪くて時々パッドとの通信切れてるんだよね。なんでだ？多分雨のせいもあるのかな。電波の通信状態が悪いのは初めてだからちょっと考えにくいけど。他には？ Bluetooth 機を結構部屋の中で使ってて電波が混線してるとかもあるのかな。とりあえずできるかどうかは次の動画撮影時次第だね。そういえば昔ハマったオンラインゲームで思い出したのあったんだけど。どんなのだ？鉄器ってオンラインゲームだったんだけど、知ってる？そういえばお前ハマってたな。あれはクプス系のゲームでは初めて長期間ハマったゲームだね。でも今もうサービス終了しちゃっただろ？悲しいね。なんだかんだで FPS 系のゲームは他にもいろいろやったことあるよ。下手くそではあったけどなんだかんだ楽しんでたんだよね。オンラインゲームは中学生の頃めちゃくちゃハマってたね。
まあ、なんだかんだ世の中の知らない人とゲームをできるってだけでワクワクしたな。今回の動画の撮影時間どうだったんだ？あと3時間分くらいかな。それを編集したらどのくらいになるんだ？予定ではだいたい2、3パート分くらいかな。とりあえずまた小さな鍵を見つけたね。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。想定よりこのダンジョン長いね。まだまだ続くぜ。